皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回は脱初心者がテーマで、アコギをカラフルに弾く方法なんていう話をさせていただこうかと思います。対象としては今そのギターを始めたばっかりで初心者ですとかそういう方ではなくて、ある程度もう数ヶ月とか数年とかギターを弾いていてコードチェンジもそこそこできます。バレエとか制覇コードとかも鳴らせます。で弾き語りとかもできるし、なんだったらもう何十曲もレパートリーあるよという方で、なおかつなんかこうステップアップレベルアップをしたいんだけども、何をしたらいくかわからない、ギター上手い人の演奏と自分の演奏を聴き比べた時に、なんか足んない、なんかが違うような気がするんだけど、何が違うかわからない、あれ俺一体これから何の練習すればいいんだろうなっていう感じで迷ってる方が対象でございます。イメージとして、例えばスピッツのチェリーをこういう風に弾いてしまってる人が対象です。ちょっと聴いてみてください。 1,2,3,4まあ、これもね全然ね、悪くはないんだ、全然そのスピッツのチェリーは完成してるんだ、全然 OK なんだけど、この演奏をこうするための動画です。やってみましょう。ちょっと聴いてみてください。この弾く方法という感じでございます。まあ聴き比べれば分かると思うんだけど、全然そのサウンドの方向性とか違うじゃないですか。でこんな演奏を聴いて、そうそう俺そうなっちゃってんだよっていう風に思った方結構いらっしゃるかと思います。そんな方のための動画でございます。頑張ってその演奏ブラッシュアップしてレベルアップしていきましょう。イエーで話したいことがねすごいたくさんあるんだけれども、4つに絞ってお話をさせていただこうと思います。まず1本目、この動画の中ではダイナミクス、強弱の付け方なんですけども、ダイナミクスについてお話をさせていただきます。2本目の動画に関してはギターの弾く位置に関してお話をさせていただきます。3本目に関してはボイシングというものについて、4本目の動画はリハーモナイズというものについてお話をさせていただきます。3本目と4本目に関してはちょっとまあ音楽の専門的な知識というか、その音楽コード理論とか、知ってないとちょっと厳しかったりとかするんですけども、とりあえずこの今回のダイナミクスはね知っておいて全然損はない話なんで、とりあえずここだけでもよければ、一緒に練習して覚えていただければ幸いでございます。やってみましょう。まずアコギを早速持っていただいて、ブラッシングの状態にしてください。左手で全部の弦を軽く触れた状態にして、全部弾いても、まあ、音がこういう風にならない状態と、ブラッシングの状態にしてください。こっから今日皆さんにやっていただきたい練習は、一つだけ。強弱練習です。強弱練習。まあ、そのままじゃねえかって感じなんですけども。手順がね、2つしかないです。2つしかない。まず、手順1。ブラッシングの状態にしたら、ピックを持って、全部の弦をズバーンと、ピッキングしてください。これが手順1です。全部の弦をピッキング。で、手順2。ステップ2は、3弦、4弦、あたりの2本、ないしは1本、1本の弦しか弾かないぐらいちっちゃくピッキングしてください。ちっちゃく、こんなん2本ないしは1本、もうこれ以上小さくしたら本当音出ないんじゃないかなぐらいちっちゃくちっちゃく弱くちっちゃくピッキングするんです。でこの3弦4弦って言いましたけども、弦の位置はねちょっとぐらいずれてもいいです。2弦3弦になろうが、この6弦側に行こうが、どっちでもいいです。ただ何度も言うだけども、1本ないしは2本、2本ないしは1本、本当ねちっちゃくちっちゃくピッキングしてほしいんです。これが手順2です。これを繰り返します。大きく、小さく、大きく、小さく。ちょっと一緒にやってみてください。左手をブラッシングの状態にして、右手を大きく、小さく、大きく、小さく、大きく、小さく、大きく、小さくと。ピッキングをしていきます。意外と難くないですか？意外と難くないですか？あれ意外とできねえぞ、みたいな感じで。で、今までそのたくさんのね、生徒さんというかたくさんの方を見てきてすごい思うんですけども、意外とそのね、コードが弾けるけども、次のステップになかなかいけないっていう方の悩みのね、ほとんどがね、この強弱なんですよ。
強弱の付け方がうまくいかなくて、なんか演奏がなんかいまいちこのメリハリがないというか、なんかのっぺりしちゃうみたいな感じになっちゃう方が多いんです。でこの手順、あ続けてください、強い弱いと続けてください。手順1212とある中で、なおかつその2の方がね苦手な方がすごく多いんですよ。2本だけ1本だけ弾こうと思っててもついついたくさんの弦をワンツーワンツーってな感じになっちゃって、そのワンもツーもあんま変わんねえじゃねえかっていう方、結構いらっしゃるんです。こうではなく全部2本ワンツーと、こんな感じでしっかりと弱いところは弱く弾いてほしいんです。手順2の弱く弾くはちっちゃく、本当にちっちゃく。結構多くの方がまずねここがね難しい、なかなか乗り切れない、頑張ってちっちゃくちっちゃく弾いてくださいませ。でその弱く弾くが乗り越えられたら、その次は手順1の強く弾くという部分でございます。ここもね結構な方が、結構なんだろうな、その強く弾けてないって感じなんですよ。まあそのアコギが出せる最大の音量が100としましょう。最大の音量です。アコギがこのズバーンといった時に弦の振動でうわーって鳴らせる最大音量100としましょう。100、大体の、ね、方がねそのアコギの中の最大音量100中の30とか40しか鳴らせてないんです。強く弾く時は本当もう100目指してください。もうピックを思いっきりバーンって弦にぶつけて、弦を弾き切らんばかりの勢いで強くピッキングするんです。で強く弾くときはできる限り100の力で、で弱く弾くときはできる限り0の近くてっていう感じのイメージで、ワンツーワンツーワンツーとひたすら繰り返してください。これをひたすら繰り返しながらちょっと話を聞いていただきたいんですけども、うまくできない方、そのメリハリがない方の演奏っていうのは、その強く弾いた時の音量はこのぐらい、弱く弾いた時の音量はこのぐらいっていう感じで、ここの差がね全然ないからね、のっぺり聞こえてしまうんです。けどそうではなくて、強く弾くときは本当に100に近いぐらいズバーンと強く弾く。で弱く弾くときは本当もう聞こえるか聞こえないぐらい本当めちゃめちゃ強く小さく弾く。こんな感じでこの強弱のこのね差ですよね。この差を大きくすれば大きくするほどドラマティックに聞こえるんですよ。でもこれがうまくできない方は強いときと弱いときの差があんまりないっていう状態になってしまうんです。そうではなく、この練習では強く弾くときはめちゃくちゃ強く、弱く弾くときはめちゃめちゃ弱く、ズバーンドンズバーンチョンズバーンチョンという感じで、練習をしてみてください。意外と僕簡単そうやってるからさね、あ意外といけんじゃないかなと思ったかもしれないですけども、やってみるとあれ結構むずいぞっていうふうになったと思います。まあ最初はそうですね、70とかでどうでしょう。70できればメトロノームと一緒に、メトロノームと一緒に練習してみてください。1,2,3,4ワンツー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 、こんな感じです。もうバーンズバンバーンズバーンズって感じでもひたすら繰り返しやってみてください。で、これができるようになってきたらどんどんテンポをアップしていきましょう。130とかまで上げられれば結構バンバン剤という感じです。で、それまでもね、何度も何度も言うんですけども、100と0に近い、このできる限り強弱、強弱、これはめっちゃ意識して、練習をしてみてくださいませ。おすすめの練習方法は、手鏡とかちっちゃい鏡じゃなくて、そこそここの腕全体が映るようなそこそこ大きい鏡を皆さんの前に置いて、ひたすらこのストロークを繰り返して、その自分でこのフォームを確認すると。で、僕の動画をその横に置いてもらって、僕の肘の位置、角度、腕の動かし方、手首の動かし方、ピックの持ち方、そういったものをね、すごいめちゃめちゃこう見比べてほしいんですよ。で、見比べて、何が違うんだろうな、なんか違うな、なんかおかしいぞ、どこが違うんだろうってひたすら考えながら練習することがね、すっごい近道につながるんで、ちょっくら、鏡を用意して、そういうのを確認しながら練習していただくと、良いかと思います。ちょっくら頑張ってやってみてくださいませ。そんな感じで、とりあえず1本目のこの動画に関してやっていただきたいのは、この強弱をつけるという練習です。うまくできたらどん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 テンポアップをしてみてくださいませ。とりあえず練習したい手順としては以上。どうしようかな、どうしようかな、そうだな、実際そのリズムに組み込む練習を2本目の動画に回しましょう。とりあえず今のでそう全てが本題でございます。もう納得して、もうこれから練習するだけだぜおやーって感じの方は、頑張って練習をしてみてください。ちょっくら余談、
また少しコツについてお話をさせていただきます。コツについてお話をさせていただきます。僕のね、この肘から手首までのこの腕の動きをよく見てください。腕の動きをよく見てください。ちょっくらテンポ70でストロークしてみますね。70でいきます。こんな感じ。なんかあることに気づきませんか？実際ピッキングはそうね、1等2等1等2等っていう感じで8分音符っていうリズムで刻んでるんですけども、腕の動きは4分音符なんですよ。1 2 3 4 1 2で、この4分音符をキープしたまま8分音符を1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and ピッキングしてるんです。これ悪くやるとこれが悪いで、肘が8分音符でこうじゃなくて、腕は4分音符1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4、こんな感じなんです。この腕で4分音符をやりつつ、この手首でちっちゃく8分音符チョンパ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 チョン、この動きを意識して練習をしてみてくださいませ。うまくできない人はやっぱりその、ね、手首が硬かったりとか肘がね、うまく使えてなかったりとかする方がほぼほぼでございます。さっきも言った通り、鏡を目の前に置いて、見比べながら頑張って練習をしてみてください。悪い例はこの肘、手首が固まっちゃってこういう風にこの肘あれ、これね一番良くない。こんな感じで、こうじゃなくて手首をしっかり使って、聞いていくと、そんな感じでございます。頑張って練習をしてみてください。で、まあ大体そのうまくできない方はね、本当そのなんだろうな、その強く弱くが、ね、ほぼほぼ同じ音量になってしまって、なんかこんな感じになっちゃうんですよ。で、そういう方は大体その、ね、手首が固まっちゃったりとか、ね、肘の動きがぎこちなかったりとかするんで、その辺を意識して頑張って練習をしていただければ幸いでございます。ではちょっくら長くなってきたんで、次の動画に回しましょう。次の動画でこのダイナミクスをどういう風にリズムに組み込んでいくのかっていう練習をしたい方。行こうかと、思います。それまでは頑張って、強い弱い強い弱い1 2 1 2 1 2 1 2をひたすら練習してみてくださいます。よろしくお願いします。それではまた違うところでお会いいたしましょう。もし分かんないこととかね、コメントとかありましたら、ぜひお気軽にペペッと、書いていただければ幸いでございます。空き時間とか、手書いた時にできる限り返そうと思いますので、よかったらコメントしていただければ幸いでございます。しかしところがどこい、最後にちょっとお知らせっぽいことになるんですけれども、私滝沢勝成 YouTube メンバーシップのジャワ会なるものをやっております。そちらのジャワ会の方では、そのコメントになんか質問いただいて、なんか2行3行で返すとかではなく、なんか5分10分結構ね、たっぷり、そのテーマについて答えたりとかするんですよ。だからもし皆さんがですね、困ったこととか教えてほしいとか、こととか聞きたいこととかあるんだったらば、ちょっと一回そのメンバーシップの方に入っていただいて、そのジャワ会質問箱の方にこうバッて投稿していただいた方が全然幸せになれると思うんで、もしよければ、下のメンバーになるというボタンからポチッと、クリックしていただけますと幸いでございます。よろしくお願いします。それではそんな感じで、今回は脱初心者アコギをカラフルに弾く方法1本目の動画、ダイナミクスの付け方という感じでした。1 2 1 2 1 2 1 2、ひたすら繰り返してみてください。そうすると必ず上手くなるんで、ひたすら繰り返してください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。